序盤を息切りしないようにゆっくり登るって言ってましたけどね、全然これゆっくりじゃないですけどね。ゆっくりな、もうやばいっすよ。こう見るとすごい普通ですけどね。あそこにずっと行ってたいと思います。ここまで来たらね、さっきの2時間ぐらいぶっちゃけ記憶がないんだよね。もうね、すっごい眠気と、やっぱそうなんだ、多分高山病だったのかな。よし、やばいな。意識で行かないといけないんだ。5800。前に一歩一歩行かないと進めないですからね。もう気合で行くしかない。証拠が大丈夫。うわ、めっちゃつらい。ああ、すごいな。伝わんない。空気の薄さ全然伝わんない。石崎 D すごい。すっげえな。今来た。多分ね、これ67になったら笑いが重要なんだ。やべえ、本気でやばい。Yeah.
あと30分。これ多分映像じゃ絶対伝わんない。この辛さ、何やってんのあいつはみたいな。くそ。地味にハイになるんですよ。ハイになるんだけど、この後ちょっと休まないと前に足が出ない。すごいっすよ、ほんとこれ半端ないっすね。半端ない。これね、トライアスロンの、なんだっけ、なんだっけ、うん、長いやつ、アイアンマンとか砂漠マラソンとか、もう全然桁違いです。もうほんと桁違い、本気で桁違い、もう異次元っす。これと同じぐらいの辛さがあるっつったら何があるんですよね。地上じゃないんじゃないかな。東洋生活なんのかな、これと同じくらいになったら。要はすっげえクラクラの中からのリハビリ、自分の体が動かない中からのリハビリ。クソだね。うわー、こんなぐらいで、ね、うわ吐きが、うわ、うん、うっ、うっ、一応ね、皆さん私のメンバー強いんで、6000でも7000でも8000でも酒を飲むからね、持ってきたんですけど酒どころじゃないですね。でもちょっと気持ちいいっていうね。すげえすごい。本当本気ですごいです。相当な夢だなこれ。やべ、ちょっと多分マッキンにじゃねえ、ペース出ないな。くそー。もう12。144までいってる。
これすげえ、剣の朝めっちゃすごいな。すっごいこの人めっちゃすごいっすよ。めっちゃすげえ。この人すげえ、やばいな。すげえ、うわすげえ、健郎さんすげえ、石崎でもすごいな。やべ。休めば進めるんですけどね、休まないとちょっと辛いかも。いや本当に前来られてた方と同じ感じかもしれない。キリマンジャロの 4000m が吐き続けて登って、アコンカグアも時間かかりすぎて登れなかったんです。マジか、時間かかりすぎるからダメだ。なんか頭に耳鳴りっぽくなってきた。でも今まで食べた中でチョコは全然効かなかったんですよね。でおにぎりも効かなかったんですよね。でどちらかというと食欲がなくなったんですよ。水はまあ飲めると思う。血圧も上がってないですからね。で73になってます。これね結構だいぶなんていうんですかね、だいぶ何か出てます、ね、頭から。頭から。ということはやっぱ精神の問題なのかな、作用というか。高所低酸素に行くと興奮作用が出るんですけど、ええ、興奮症さん出ないかもしれないです。そうですかね。でなんかさっきも見てたんですけど、笑ったりすると結構ガーっていくから、笑ったり興奮すると言って、うん、ということは精神力の問題かもしれないですね。ねえ、いや精神力の問題だったらそれはそれで一番楽なんですけどね。自ら上げていける。そうですね。で あとお酒が効くっていうのはこれすごく。49になっちまった。やられた。まあ飲んで酔っ払ってても、つまり酔っ払ってなくても同じって感じですね。でどちらかというと飲んで酔っ払った方が気分がハイのなんか気持ち悪さなんで、その方がいいかもしれないですね。どうなんだろう。でもこれ1日だから特効薬みたいな感じなのかな。
体力なのかな、精神力なのか。うわ、体力なのか精神力なのか。気持ちいいんですけどね、力がない。これ何歩進んで何歩休むと山の頂上行けない。うわ、言えない。やべ、滑落すんとこなんじゃ。45、約130。やばい、やばいなこれ。いけんのかな。戻ったなこれ。55か。行かないと。本気でさえ、たったが6000なのに。やべえこれ。うわ、くそったれだな。ああ。これが気持ちよくもあるという。あ、いい感じになってる。126.2。あれじゃ、行けたとしても山の頂上行けねえな。くそ。こんなペースで行けたらいいんだけどな、6000も。うわ。10キロ、1キロ1キロ上り。本当だったら20キロ。くそったれ。体が熱い。うわ、もう、倒れる。46。
あっといで。やば、耳がキーンとする。今日はやばかった、本当に。いやー、やばかった。あ、今から中野行きますね。お仕事ですよ。契約を締結します。いやー、今日はやばかったな、本当に。今日はやばかった、これからもずっとやばいね。やばいね、高所のこの弱さ。今まで酸素濃度が25っていうのは今まででもう見たことないって言ってましたね。